安物買いの銭失いということわざがございますが。あれ安い、これ安いと買っては見たものの、実際使ってみたら、全く使い物にならなかったり、すぐに壊れてしまったりと、誰しも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。果たして、安くて良いものは本当に存在しないのでしょうか。やめー。怒られるからやめなさいって。追悼の意を込めてなのぜ。田村正和さんご冥福をお祈りいたします。それで今日は何なのぜ。本日は HDMI キャプチャーユニットの話なんかをさせていただこうかと。最近ではゲーム実況だけじゃなくて、ズームなんかでの需要もあるのぜ。需要が増えたせいで、Amazon レビューなんかを見ていただければ、お分かりいただけると思いますが、ほぼほぼ、桜による高評価か、同業者による酷評のレビューが大半を占めていて、本当の性能なんかが全くわからない状況になっております。ググればググったで、商用的な匂いしかしない〇〇全ブログばかりだしな。そこで、今日はうプ主が購入した、低価格帯の、HDMI キャプチャーユニットの性能評価をしてみたいと思います。もちろんステマや、業者などの利害関係は一切なしなんだぜ。予算に余裕がある方は、最初から、アバーメディアやエルガトの製品を買っておけば、まず間違えないことを付け加えさせていただきます。最初から鉄板商品を買っておけば、時間の節約にもつながるのぜ。本日ぶった切るキャプチャーユニットは、この2機種でございます。右側の機種は格安キャプチャーユニットの代表的な HSV321 でございますね。Amazon で検索したら必ず上位表示されるやつなんだぜ。そして、左側の黒い地味な物体が、上位版の HSV323 になります。これはあまり見かけないな。旦那、大きな声じゃ、言えませんがね。実は今回の大穴ですぜ。なんだと。このシリーズ、総称ミラボックスという名称で、いろいろな販売店で売られておりますが、型番が同じであれば、すべて中身は同じものでございます。どれが正規品で、どれが OEM 商品なのか全くわからないんだぜ。ですので、購入する場合は、その時々で、一番安いショップで買えば良いと思います。最初は HSV321 から見ていきたいと思いますが、Amazon の評価はこのようになっております。ベストセラー1位だと。評価も怪しいくらい高いわけでございますが、果たして、本当に評価通りの製品かいなや。今回の環境は OBS にて、1080p での60フレーム。NVENCOによる、H265録画での検証でございます。キャプチャーユニットも同じく 1080p に設定しておきます。こちらが、その映像なのですが、YouTube にアップロードした時点で、再エンコードされるため、かなりわかりにくいとは思いますが、それなりに汚いです。4K モニターで見ているからかもしれませんが汚いです。アップロード後の劣化が激しいので、視聴者様にはわかりづらいのぜ。しかし、画質中でなければ十分なレベルだと思うんだぜ。評価が分かれる原因の一つに、人それぞれ使用しているモニターの違いがかなり大きいのではないでしょうか。ちなみに、HSV321 は、任意にフレームレートを下げることができるのですが、40fps まで下げれば、普通に綺麗な画質になります。40fps って随分と中途半端なのぜ。項目に 50fps とかもあるんですけど、50だと 60fps と変わらない、もやっとした映像ですね。40fps 以下に設定すれば、高価格帯の製品と割と近い画質が得られると思います。フレームレートを削って画質にリソースを振る感じか。ヌルヌル感が下がっても、YouTube ではわかりにくいだろうしな。ヌルヌル感だと。お前絶対どっかおかしいだろ。動画ではわかりにくいので、文字を拡大すると、このようになっています。60fps だと明らかのあの字の、ジャギーが、潰れてしまっているな。俺の名前を言ってみろ。いや、そのジャギーじゃないし。状況不安定かよ。PC に詳しい方ならピンときたかもしれませんが、1080p の 40fps でなら高画質ということは、720p へ解像度を落とせば 60fps でも綺麗なのではと。単純にピクセル数減らせばいけそうなのぜ。ところがどっこい。どっこいとか言い方古いな。
720p はおろか、480p、さらに、その下の VGA 画質まで下げても、60fps にした場合の、もやっと感がなくなることはありません。ということは、HSV321 のチップ自体が 60fps に対応していない疑惑が出てくるのぜ。フレーム補完による疑似 60fps も疑って、キャプチャー機をモニター2に見立てて、マウスカーソルの移動による簡易検査をしてみましたが、60fps は出ているようです。この方法は遅延も体感できるな。アクションゲームは辛いだろうな程度の遅延は感じますね。あと、気になった点が、HSV321 をモニターに見立てた場合に、Windows での推薦解像度が 720p になっていました。闇を感じるな。他に、このキャプチャーユニット、ネット上では色がおかしいなどの話も耳にしますが、OBS の設定で、ある程度は緩和できるので、完全ではありませんが、綺麗っぽく見せることは可能だと思います。あくまでも、ごまかしなのぜ。もやっとした映像も、シャープフィルターである程度修正できますね。フィルターのかけすぎには注意なのぜ。以上のことから、このキャプチャーユニット、個人の主観は控えめで、事実をありのまままとめると、このようになります。40fps 以下だと綺麗になるってのが中途半端だな。4については、さすが中華製品といったところですが、詳しく触れるのはやめておきまする。うむ。触れない方が良いのぜ。というわけで、本日の大穴、HSV323 でございます。聞いたこともないし、初めて知ったのぜ。初めて知った方がほとんどだと思いますし、うぷ主も検索しまくって初めて知りました。購入のきっかけが、2チャンネルのある書き込みでした。なになに？ USB 接続なら HSV323、HSV325 だと。YUI2 で、1080p60fps でもめちゃくちゃ画質良い。手持ちのアバーメディアの 1080p までの機器とか、4K 機器とか買ったのを激しく後悔するレベルだった。ほんとかよ。2ちゃんのよくあるステマだろ。この書き込みの信頼性が高いのではと思ったのが、HSV321 は、1080p60fps まで対応だが、まともに使えるのは 30fps までと、ウプ主が検証したのとほぼ同じ内容の書き込み。そういえば、さっきの HSV321 の検証で、40fps までは綺麗って言ってたな。他にも、モーション JPEG のは総じて地雷、との同じ認識。モーション JPEG は文字とかにノイズが乗って、汚いのぜ。これは要検証ですが、アバーメディアの 1080p までの機器とか、4K 機器とか買ったのを、激しく後悔するレベルだった。そういえば、接触不良のアバーメディアの GC550 持ってたな。というわけで、Amazon を覗いてみると、なんと、タイムセールやってたー。しかもさらに550円オフクーポンまで使える。実売、6312円か。というわけで、速攻ポチりました。一応、後からですが価格推移も見たのですが、月に何度もタイムセールをやっていて、もっと安く買える可能性もありました。7000円以下で買えれば、よしとするのぜ。ちなみに HSV325 という型番もありますが、本体の USB ポートがタイプ C になったことと、色が違うだけで、性能は同じだと推測されます。値段が、HSV323 より600円くらい高いみたいなんだぜ。そして、肝心なキャプチャー性能でございますが、YouTube へのアップロード時の再エンコードによる劣化で、お伝えしにくいとは思いますが、めちゃめちゃ良いと思います。みちゃんに書いてあった、アバーメディアの 1080p までの機器とか買ったのを激しく後悔するレベルだった。まさに、その通りの画質でございました。価格差3倍以上だからな。そりゃ後悔するだろう。しかし、その割に全く噂にもならない無名商品なのぜ。Amazon での評価が HSV321 と合算されていたりして、わかりにくいのと、HSV325 は単体で評価されているんだけど、同業者の工作員かわからないけど、酷評されていたりするのが原因かと。例えば、このレビュー。必ず画面がおかしくなる場面があります。マリオカート 8DX のゴール直後、割りをスノーマウンテン。
随分具体的だな。絶対ありえないだろうと思いますが、検証してみました。検証は大事なので。下手なのは許してね。当然何も起きません。観客にキノピオとかがたくさんいるので、瞬間的にビットレートが高くなって、PC 側で処理ができなくなっただけだろうな。つまり、おまかんだってばおまかん。まあ、レビューそのものに悪意はないと思うんだぜ。他の補足情報といたしましては、HSV321 と違い、OBS で変更できる箇所は限られており、解像度は 1080p のみの固定で、フレームレートも 60fps 固定となっております。OBS のキャンパスやエンコード設定で変更できるから、問題ないのぜ。というか HSV321 の方が特殊なんだぜ。これは特定のキャプチャー機器に関係のない OBS の設定の話ですが、項目の色範囲は若干重要でございまして、規定や一部ではなく、全部に変更しておいた方が良いでしょう。一部だと暗い部分のストライプが見えにくくなったのぜ。本当にわかりにくい違いなので、ゲームによっては全く気がつかないかもしれませんが、全部にしておいた方が正確な映像だということを、覚えておいた方が良いでしょう。そして、この製品も中華製品らしく、HDCP はスプリッターをかませなくても、そのままキャプチャーできてしまいます。恐るべし中華製品なのぜ。というわけで、この製品に関しても、事実だけをお伝えいたしますと、このようになっております。30fps だけど 4K もいけるのか。この辺は、おまけ程度だと思った方が良いですね。この製品は HSV321 と違って、Windows 上でも、きちっと 1080p 機器として認識されます。4K 解像度もちゃんと選べるのぜ。ただし 30fps ですし、お寿司。お寿司とか古いな。一点だけ感じたことを言わせていただくと、パススルー出力された映像の色が薄くなってるような気がしました。遅延はどうなのよ。遅延は、ありまーす。言い方がうざいな。スタップ細胞は、ありまーす。もうええわ。そうそう、これはどの製品に関しても同じ注意事項なのですが、USB3.0 接続のソフトウェア処理のキャプチャーユニットは、環境によって不安定だったり、最悪、全く映らなかったりする場合があります。特に、AMD の PC だとサスポートによって、全く映らなかったり、安定しなかったりすることがあると思います。その場合は安物でいいので、USB3.0 インターフェースを増設すると解決できると思います。インテルだと大丈夫なのか？ウプ主のサブ機 Z97 マザーの 4770K だと、どのポートに挿しても問題が起きたことはないです。さすが、インテルなのぜ。と、まあ、本日は格安キャプチャーユニットのレビューっぽい内容をお届けいたしました。ちなみに、この2点その時々で、値段が買いモデルの方が高い場合などがあるみたいです。元から数百円くらいの価格差みたいだからな。そういうこともあるかもしれないのぜ。それにしても、最近のネット検索はひどいことになっていて、検索キーワードが全く含まれていない結果なんか出てきたりして、いちいちダブルコーテーションをつけて検索しなきゃいけなかったりと、なかなか欲しい情報が得られない変なことになっています。ググれよなんて言っていたのも過去の話になったりするかもなのぜ。下手したらミスリードされる可能性まであるのぜ。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうなのぜ。